ポフヤンマー、もしくはポフヤンマー州はフィンランドの伝統州。フィンランドの北部から西部にかけての広大な伝統州である。スウェーデン語をもとにエステルボッテンとも書かれる。また、英名のオストローベスニアからオストロボスニアとも呼ばれる。南でサタクンダ、ハメ、サボ、カルヤラ、北でラッピの各伝統州と接している。また、西の一部で スウェーデンのベステルボッテン地方、東でロシア連邦と接している。そして、西の一部は、ボスニア湾に面している。フィンランド5名のポージャンマーは、北の地、スウェーデン5名のスウェーデンを、オスターボトンは、東部ボスニアの意味である。襲名は、ポージャ、が、北もしくは、そこ、マーが、土地を意味する言葉である。古代スカンディナビアでは、 毎夜太陽が消える方角であることから、北が世界、そして家の背面が最も寒い方角である北に向くように作られることから、その言葉が方角を示す言葉となった。ポフヤンマーの地域には、スウェーデン支配下において、1634年にポフヤンマー州が設立された。その後、ポフヤンマー州が分割され、1775年にオウル州、 南部がバーサ州の周域となった。1938年にオール州北部がラッピ州として分離し、ポフヤンマー最北部はラッピ州の周域になる。そして、1997年の州の大規模再編の際、バーサ州が西スオミ州となったため、ポフヤンマー南部は西スオミ州域となった。2010年1月1日付で、 フィンランドの全州が廃止されたため、ポフヤンマーの周域を管轄するフィンランドの最上位、地方行政区分は、県となった。現在、ポフヤンマーの地域を管轄する県は、ラッピ県南部、北ポフヤンマー県、カイヌー県、中部ポフヤンマー県、ポフヤンマー県、南ポフヤンマー県の6県になる。ポフヤンマーにおける最も古い人類の痕跡は、 クリスティーナン・カウプンキ近郊の12万年前の地層に現れる。ここはフェノスカンディノビアにおける表記前のネアンデルタール人の痕跡の証拠が発見されている。原生人類がこの地に現れたのはおよそ9000年前のことになる。この時期は氷床が消滅し土地が海面よりも高くなって間もない時期である。そして複雑な狩猟採集社会が 海岸に沿って形成された。青銅器時代と鉄器時代の間に、ポフヤンマー南部はついに農業経済社会へと変化した。ただし、ポフヤンマー北部や内陸部では、伝統的な経済機構が長い間存続していた。中世の初期には、スウェーデンからの移住者が、ポフヤンマー南部及び中部の海岸沿いの地域に定住し、ついには、スウェーデンの社会システムのもと、 行政組織を構成していった。そして、スウェーデン王が中央行政組織をムスタサーリに設立した。それと同時に、ポフヤンマー内陸部の広い地域に、サボからフィンランド人の移住者が入植した。16世紀になると、そのフィンランド人の移住者とのお業が、ポフヤンマー北部のボスニア湾の海岸沿いにも、進出するようになった。それは、聖京都であり、 創始国たるロシアに支援されたカレリア人たちとの衝突も引き起こした。16世紀後半の間、公的には平和な時代が長く続いていたことになってはいるが、双方の勢力は相手方の市民に対して奇襲攻撃を主とする戦闘をコンスタントに言っていた。例えば、1590年の冬、カレリア人が言いトリ民家の人々の住居ほとんどを、 焼き払う奇襲攻撃を仕掛けている間、イートリ民家の人々が北極海からペチェンガ修道院に奇襲攻撃を仕掛けている。しかし、1595年に手牛な条約が結ばれたこともあって、このような戦闘は徐々に減少していった。この戦争の終末期には、スウェーデン王は人々の防御を助けるために正規の騎兵を駐留させた。これは、 自分たちの防衛について、州自体が責任を負うとしていた、初期の州とは対比される出来事として記録されている。この戦争の後、ポフヤンマーの人々はこの州に駐留する正規軍に対して反乱を起こし、カジェル戦争を引き起こした。この戦争は、フィンランドの歴史の中で最後の農民の反乱であった。この戦争は、ひどい農民の減少と、ポフヤンマーが、 半独立的、自治的な州であることの決定的な終わりとなった。ポフヤンバー最初の都市は17世紀に建設された。その都市は松屋にの輸入を通じてすぐに流星を得た。松屋にはこの世紀において木造船のメンテナンスに必要であった。大北方戦争はこの州の歴史において最下点であった。つまり1714年から1721年の 間、他のフィンランドの地域と共に、ロシア機兵に占領されていたのである。ロシア機兵は、占領したフィンランドとフィンランドとスウェーデンとの間に、幅のある、無人地帯を形成した。特に、ポフヤンマー北部での荒廃は、特にひどく、戦争による破壊によって、人口の4分の1が失われるなど多大な損害を、被った。 1809年には、ポフヤンマーは他のフィンランドの地域と同様にスウェーデンから切り離された。しかし、その後2世紀の間、ポフヤンマーの別々の地域は、伝統集の歴史の事象を物語るのについて考えることなく分割されていった。その地域の中には、スウェーデン側のノールボッテン地方とベステルボッテン地方に残されたものもあった。 ポフヤンマーは大雑把に分水海である数面するかによるフィンランドの南部から分けられている。東部はマンセルカ分水海によって歴史的にポフヤンマーとロシアのカレーリアと線引きされる。それはオール川河口といい川を八海に流れ込む河口から分けている。北部においてポフヤンマーとベステルボッテン地方とラッピとの境界は部分的にやや不明確であった。 これは、ある土地に定住することが、古い州の方式から、新しい行政組織の方式を導入した時には、この地域では、比較的新しい現象であったからである。海岸地域では、内陸部の公的な教会のいくらかを除いて、宗教は大体いいトルニオ川と、いい川との間で定まっていた。しかしながら、ケミ川、いい川と、オルハバ川河口の間が、 ポフヤンマーとラッピの境界が大体決まっていた。ポフヤンマーの上道的な地形上の特徴は、現在のポフヤンマー県、中部ポフヤンマー県、南ポフヤンマー県の地域にあたる数面スルカの北の海岸平野である。これは氷河の底でわずかな丘がある程度の平野である。また、氷期の終わりに形成された南東から北西へと流れる川によっても特徴づけられる。 膨大な大きさの氷によって押し付けられていたことが原因で、現在でもおよそ年9ミリメートルのペースで地表の隆起が続いている。起伏のかなり少ない平野であるため、それがボスニア湾を一世紀あたり数キロメートル単位で退かせる原因となっている。歴史的には、その地域の海岸の集落の港と船の航行の大きな問題であった。 氷期の収束の別の結果として多くの川が南東から北西に向かうように形成された。この地域の岩盤は氷期の間の氷河の移動によって南東に押し潰された岩盤によって削られた s e n w オリエンテドラインズによって特徴づけられる。氷期の終わりに向かうとともに膨大な量の氷河は誘拐し、この地域の至るところにその痕跡を残している。それは 例えば、迷子石や岩盤の削られた線などがそれに当たる。ポフヤンマー北部の海岸では地形は平野のままであるが、中部ポフヤンマー県や南ポフヤンマー県とは異なり、故障が平野の広い範囲に存在する。そして内陸部に向かうと地形は変化に富んだものになる。そこでは、イガと丘が地域の中で多くの割合を占めるようになり、 その中に時折小さな村や町がある。ポフヤンマー内陸部の最も重要な地形の特徴は、面積が887平方キロメートルある大きな湖、オウル湖である。カイヌー県における多くの経済活動は、オウル川を通じて海につながる、この湖の周りの自治体で行われる。カイヌー県北部とその北に位置する、北ポフヤンマー県、コイスマーとは、 フィンランドの中で最も田舎で最も貧乏な軍である。ありがとうございます。